いやー、刹那圭介だよ。今回は箱の湯のぬえいきなり噛んだパート24です。確かあれじゃわ、前回のあらすじ、球技大会2回戦を勝ち上がった涼介と夏月ペア、2回戦はカオスでしたね。まあそんなカンナでちょっといろいろやってると、なんか球技大会なのに大食い大会が開かれていたね。それの参加者がさ、なんか予想外の人間でしたね。いきなり簡単は最近ちょっと滑舌悪いんですよ。頭がまとまらないっていうか、頭の回転が遅いっていうか、はい、そんな、まあとにかく球技大会なのに大食い大会が開かれていて、それの参加者がなんでやねんな人間だったね。いくぞ、スタート。決勝戦がスタートしました。号令とともに2人がたこ焼きを食べ始める。あ、飛ばした飛ばした飛ばした、飛ばした。参加者の2人で、飛ばした。なんで飛ばすん、そこはちょっと重要なんで、ロードして最初からも、最初からそこ重要なんだ、そこ重要だからね。どんな2人かっていうの重要点。あー、飛ぶやつだった、飛ぶやつだった。これもう一瞬だけ打つタイプのやつだったんこれ。そんなんダメ、ちょっと初見さんおるんぞ、今初見さんおるんぞ、誰と誰が参加しとくかって見せたら、見せたかったのに。うわ、外人の姉ちゃん一髪で飲み込んだぞ。ねえ、これね、片方これね、これ主人公の友達で、親友っていうぐらいの友達でね、大食いっていうことなんで、多分大食い大会やゆるって聞いた瞬間ね、出てくることは分かっとったんですよ。ちょっと、いずいず姉さんの必殺の一度に6つ食い、たこ焼きに6つ食い。口に入らんぞ、俺でも6つ無理やぞ。頑張って詰めて4個が限度。両者一本譲らない激しい攻防戦が繰り広げられる。あ、言っとくけどね、今出てきた参加者の伊豆きっていう女の子ね、中学3年生です。おかしいね。はっ、俺は今重要なことに気づいた。どうした IM。 え、なに、たこ焼き、つまりあれが玉をなして、これも一つの球技大会というわけか。バカ、お前バカ、なんかさ、バカ。なんかバカキャラになってる歩が、そんないちいちさ推測せんでもいいけん、頭いいアピールのつもりやけど、頭悪く見えるからね。ほら見てみ、小鳥ちゃんやって、何お前って顔してるよ。はーって顔してるよ、小鳥ちゃんですら。あ、ポーカーフェイスの小鳥ちゃんですら。何言ってるか意味がわからない。だろうね、僕もそうなんだ。そういうことか、バカ。なんかこのフレーズいいな。なんかさ、誰かのツッコミで、そういうところ、そういうことか、バカ。なんかいいぞ、いいツッコミのワードを見つけたな。シエルさんに対して言ったろう。いや、なんでもない。アイム渾身の逆なんだから、そんなに冷たくしちゃダメだよ。フォロー入った。このね、こういうフォローが一番辛いよね。そうなの、どこら辺が逆なのか分からなかったけど。わあ。プレッシャーかけてくるね、小鳥ちゃん、すごいプレッシャーかけてくるね。ごめんね、アイム。やめてくれ、これ以上俺を恥ずかしめるのはやめてくれ。え、ほら見てみ、真面目な人間が突然ボケ出すとこうなります。試合は続き、5分が経過した。ふぅ、ちょっと映らなかったけど、外人の一髪で飲み込んだっていう方がこっちね、イーナさんっていう、胸おっきいよね、おっぱいおっきいよね。声の戦いが響いているのか、二人とも手が止まっている。とはいえ35対37と、2人とも普通じゃない量をすでに食べ終えていた。多いな、たこ焼き35個と37個って何。これまでの戦いでもっと食っとったはずなのに、よくな、たこ焼き。やるじゃないか、厨房。あなたもね。
2個も開けているイズキが3個一気に口に運び、イーナさんを追い抜く。そうやない、普通そんなに食べれんよね。しかもね、両方とも女性でね、こっちのイズキって子に関しては中学3年生ですからね、食うわけない、食うわけと。これで私が一歩リードよ。うん、まだまだ甘いな厨房は。私はまだ変身を2回残している。フリーザーやないか。イーナさんフリーザーだったんかいな。世界一強いんかお前。と、どういうこと。するとイーナさんは立ち上がって、ふふふふふ、なんだその笑顔は、なんだその不気味な笑顔は。公衆の面前で堂々とズボンのベルトの穴を一つ緩めた。ん？変身完了。イーナさん、この後それ頭いかれた？大丈夫かな？なんですって？何？イズキどうした？お前には何が見えているんだ？クククク、忘れるなよ。まだ私のベルトには穴が一つ残っているということをな。何のことかわからんな。何のことかわからんな。何のことはわからんけど、大食いとかそういう大食い競技とかに出る人にとってはあるあるなんかな。うん、そういうことにしとこうか。わかった。わからん。俺にはわからんけど、そういうことにしておいてください。そんな、もう私にこれ以上戦う力は。くぐくぐ。はっ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 は。うわっはっはっは。まだまだだな、厨房。その時、お、うぶう、イーナさん、イーナさん、どうした？どうした？敵に呪われたような顔してますけど大丈夫？え、イーナさんの顔色が変わり、頬がどんどん膨らみ始めた。これはまずいやつでは？おっと、これはどういうことでしょう？イーナさんは川の前で両手を交差して罰を作る。毒でも盛られたかな。そんなことはないだろう。こんな大勢がおる前で毒なんか持ったらえらいことです。おっと、ここでイーナ選手ギブアップか。変身はどうしたのよ。ん、イズキの質問には答えず、イーナさんはそのままトイレまで駆けていった。あー、なんかイーナさんが残念な女人に見えてはならないな。あんだけさ、なんか強気でなんか仕事できそうなイメージのイーナさんがなんかショックっす。僕ショックっす。イーナ選手ゲブアップということで、優勝はイズキ選手です。ヒューヒューと歓声が湧く。ヒュー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 ヒュさあ、食いしん坊のイズキ姉さんだぜ。ほんとだ、戦闘力20万は伊達ではないぞ。ということで、イズキ選手には皆様からの寄付金でかな。寄付金とかあんのか。でかった、たこ焼き1週間分プレゼント。絶対これさ、前々からやろうって決めとったよな、みんなで。毎年の恒例行事になったのかな、これ。今の競技のありものじゃないのよ。手抜きなんやな。よっしゃ、これで昼飯代浮いたな。なんだこれ。木陰での移動し、イズキが勝ち取ったたこ焼きをみんなで食べた。ふう、さすがに1週間分はこの人数でも多かったな。お腹いっぱい。そうよね、私もお腹いっぱいだわ。さすが、お前は、お前食ったんかよ、お前。何が、私もお腹いっぱいだわって食ってから言ったみたいな言い方しやがって、お前。まあ、もうまだ食えたん、お前。もう限界みたいなこと言うったのに。
ブラックホールだわ。この人のお腹ブラックホールだろ。このハートブラックホールの形なんじゃん。まだ食えるんかな。いやいや。なんか推理チックな BGM 流れで始めたけど、え、おかしいだろ。なんで伊豆木まで一緒に食べてんだよ。さっき限界まで食べてたじゃん。私が借り取ったものを私が食べてはいけないってどういうことよ。違う、そういうことじゃないな。そういうことじゃねえよ。伊豆木の胃袋はどうなってんだよ。ほらよくいいじゃない、別腹。同じメニューだよ、同じ腹だよ。うるさいわね。みんなが食べてるのを見てたらちょっとお腹すいたのよ。マジで。みんなから食欲注入された。お前食欲注入や、ラブ注入って、ラブとか言って食欲と読むタイプかもしれないな、これ。不思議なことはねえよ。食いしん坊のいついつ姉さんだもの。もういいでしょ、その話は。それよりあなたたち、試合の方はいいわけ？ああ、まだ時間があるからな。なんなん、この。特になんともない会話にこんなさ、もうスリーチックな BGM 使わんでいいやん。あっそ、じゃあどうする？適当に歩き回る？僕はイーナさんにヒヨクやクリスさん、それに大野さんについていろいろ聞きたいことがあった。というわけで、ごめん、ちょっと僕試合までその辺うろついてくる。そう言い残してその場を後にした。おっと、二人きりのパターンか。公衆トイレの方に向かって歩いていると、あ、イーナさんの方か。おう、りょうすけじゃないか。なんだその格好は。まだ格好そのままなんだ。りょうすけ女装してんだよな、そういや。すっかり忘れとったわ。もう慣れたみたいになっとるわ、りょうすけ。りょうすけ、そうじゃ、りょうすけ、女装しとったわ。まだ着替えてないんじゃ、まあ、試合まだあるけんな。あるけど、もうなんか堂々としとうけんな、りょうすけが。忘れとったわ。女装してるんですよ。初見さんの方には、まだ。前回のパートを見てない人には分からんと思いますけど、女装してます。もう女装してたら本当に女の子に見えるタイプの主人公なんでね。あ、まあ罰ゲームとかじゃなくてね、なんかチーム男の子として出るらしい。すっきりした顔のイーナさんに遭遇する。あ、大丈夫だったんや、間に合ったんやな。ずいぶん顔色が良くなってますね。まあ出すものを出したからな。そうですか。それよりどうした、コクトリは一緒じゃないのか。ああ、はい、イーナさんにちょっと聞きたいことがあって。なんだ、スリーサイズか。それなら上から8、言ってる。上8だって。80なんぼなんや。80なんぼでこんなに胸膨らんで見えるってことはさ、ウエストがすごい細いってことになるような。バストウエストてか、あんたノリいいな。もうさ、8って言わずにさ、全部教えてくれればいいのにね。視聴者さんなんて聞きたい人おるんじゃないかな。違います。あ、そうか、小鳥の方なら。それなら8。小鳥ちゃんも8ある、80何本あるん。ちょっと、おう、顔が赤くなって面白いな。分かりやすいやつだ。バカにされてるよ、完全にからかわれてる。からかわないでください。あは、悪い悪い。で、なんだ聞きたいことって。僕はとりあえずクリスタインやヒヨコと出会ったことを話す。ふむ、あいつらに会ったか。どうだ、元気そうだったか。ええ、まあかなり。そうか、ならよかったが。兄弟なんですよね。ああ、クリストファーの方はな。クリスさんって、クリストファーって名前だったんだ。ん？ヒヨコは違うんですか。ヒヨコの方は半分だ。あいつは母親が違う。ああ、なんかボケどころもツッコミどころもないな。僕そんなの嫌いだな。しょうがないけどね、しょうがないけど。そういえばヒヨコもそんなこと言ってたな。やはり複雑な家庭環境っぽい。そういえばヒヨコがことに対して何かやったみたいなんですけど、ここあたりあります？ん？どういうことだ。ヒヨコは特に何かした様子はないのに、
小鳥はハッとなったっていうか。ああ、そういうことか。ここあたりがあるのか、イーナさんはすぐにうなずいた。どの程度大野から話を聞いているかは知らないが、小鳥は自分の能力を使って索敵している。敵は特殊な電波を放っていて、小鳥はそれを感じ取ることができるらしい。ああ、そんなこと言おったな、なんか。あ、はい、聞いています。ひよこはな、敵と同じ電波を出すことができるんだ。出す方？は？何それ？どういうこと？ひよこ、ひよこも超音波！ビビ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 ビ。メルヘンの世界じゃないか。え？出す方なんやな。小鳥とはまた違う特殊な能力の持ち主。ひよこもまた小鳥と同じように普通の子供じゃないんだよ。ああ、そうなんじゃ。なるほど。なんで小学生が怪しい組織に所属しているのかわからなかったが、どうやらそういうことだったようだ。監視という名目の保護って感じなんかな、もしかしたら。かもしれん。ああ。だから、なんつうか、小鳥ちゃんが敵か、ね、敵と思ったところに、敵がおると思ったところにおらんっていうのはそういうことだったんやな。妨害されたんだよ、そういう感じで。なるほど。ひよこはその普通の生活は遅れているんですか？普通っていうのは小学校に通ったり友達と遊んだりっていうことか？はい、遅れてると思うか？多分監視とかそういうんで遅れとってもなんかしがらみとか邪魔があるっていう感じがあるんよな。なんか不便なところが。 いえ、きっとひよこも小鳥と同じように当たり前の喜びを知らずに生きているのだろう。まあそれ何を考えているか大体わかるが、お前が気にしても仕方ないことだぞ。そうかもしれませんけど、お前にとって普通じゃないかもしれない生活がひよこにとっては普通なんだ。あまり自分の価値観を人に押し付けるようなことはしない方がいい。だったらイーナさんはひよこがあのままでもいいって言うんです、思うんですか？それはお前の後ろにいるやつに聞いてみたらどうだ。え？イーナさんの言葉に慌てて振り返る。するとそこに浮かない顔で立っているクリスさんの姿があった。なんでいるの、あなた。姉さん。よう、クリス。一ヶ月ぶりか。元気そうだな。兄弟がいました。兄弟がね。こう見たら確かに似とんな、なんか。髪型の、髪の色はまあそうなんやけど、目つきは若干近いし、何より目の色が、眼球の色が似とんね。この青い感じ。ねえ。確かにこれじゃ兄弟って言っても、なるほどってなるね。睨んでいるのか、見つめているのか。どっちもつかない顔で、クリスさんはイナさんを直視し続ける。ずいぶん上陸が遅かったな。ああ、ようやく入れたよ。ずっと RCH に妨害されていたからな。敵同士なんだよな、これ。この二人。互いに言葉もなく、睨み合いは続く。くじ病を聞いたのはイーナさんだった。さっきの涼介の質問に答えてやったらどうだ？ああ。ひよこが今のままでいいのかっていう話だよ。クリスさんの顔が歪む。人類の未来のためなら小さい犠牲だ。死ぬわけでもないしな。そういう割に随分辛そうな顔じゃないか。挑発するなよ、姉さん。 RCH がことにさせていることの方がよっぽど危険で酷なことだろうが。ま、それについてはここで口論するつもりはないさ。それぞれ考え方が違うだけ。お前は父さんが正しいと思いついていった。私は母さんが正しいと思いついていった。あ、父さんと母さんに別れていったんだよ、これ。知らん人に説明しておくとね、前作の話なんですけどね、前作の牢獄の庭の知識なんですけど、イリナのお父さんとお母さんが研究員で、
あの敵っていうのがおってね、敵の研究しよるやつで、まあ敵の研究しよったんやけど、で今作になって今の話聞いたら、要するに敵の研究をして分かったことがあって、それに対してお父さんとお母さんがあの2つの考え方に分かれたんじゃ、つまり考察としてね。で今言うたようにお父さんとお母さんにそれぞれついていって、こういう敵対関係になっとんじゃ。そういうことなんじゃ。あーなるほどね。どっちが正しいも間違ってでもない、そうだろ。ああ一応言っておきますけど、説明しておきますけど、 RCH を2つの方に分かれとって、あのイーナさんが所属しとる方は敵を倒した方がいいと感じるらしい。でクリスさんが所属しとる方が、あの敵は残しとった方がいいっていう考え方で、要するにイーナさん側が小鳥ちゃんが戦って敵を倒すのに対して、クリス側がそれを妨害しようような関係になってます。なるほどな。だ若干わかったね、今の RCH の関係が。俺も今更言葉だけで解決できるとは思ってね。だから俺は自分の正しいことを思うことをする、手段を問わずにな。そう言ってクリスさんは背を向け歩いていく。僕もイーナさんも何も言わずにその背を見送った。手段を問わずにか、まだまだ甘いな。ん？心配するな、あいつはお前らに危害を加えられるやつじゃないよ。優しい、いや甘いやつだからな。二人の間に大きな隔週があるのはきっと確かなことだ。人類の未来のためとクリスさんは言った。僕は少しクリスさんとちゃんと話がしてみたいと思い始めていた。お、どうしようかな。時間的にもうちょい進めてみるか。中途半端になるかもしれんけど、イーナさんと別れビーチバレー会場に戻ると、もうクラミたちの2回戦が始まっていた。遅かったじゃない、どこ行ってたのよ。ああちょっとね。それよりどう、コラミたちは。まあ見ての通り、ドリアーズバーン。なんか相変わらず調子いいなお前は。ピーよっしゃー。おお相変わらず森崎の気合いの入り方はおかしい。愛の力だ。森崎だけじゃなくてコラミとひよこちゃんだっけ。もうなかなかよ。へえ、確かに二人とも愛情サーブをうまく補給して森崎につなげている。あ、コラミはなんだかんだ言って俺の妹だからな。あ、愛の力ってすごいねこれ。愛があれば何でもできるやね。元気がなくても愛があれば何でもできる。それを聞くだけでいろいろと納得できてしまうな。コナミはまあそうだろうけど、きっとヒヨクも日常的に体を動かしているのだろう。そう思わせるくらい俊敏な動きだった。この服装だからね、この服装だから絶対動きにくいから。これもうコスプレとかそういうんでしか着ないタイプのやつだろお前。運動とかには無縁のやつだろ。これでだからね、小学生だからね。小学生もしかしたらそういう訓練を受けているのかもしれない。やばいな。これで終わりよ。バーンピーッ。15対10で試合終了。コラミたちのベストは8入りになった。直に戦うことが来るぞこれ。おめでとう。まこのくらい余裕出せて。そうね、ひょこちゃんの言う通りです。私こんなところで立ち止まってられませんから。ぐんぐんすりますよ。あっ、え、こんなんあるん。こんなん初めて出したんやけど俺。こんな文章履歴とかあったんじゃ使ったことないな。ぐんぐんすりますよ。コラミさんを一日私の自由。ゲフゲフ。何でもありません。欲望出た。そしてコラミちゃんのこの顔である。やばい、私わざと負けた方がいいなのかもしれないみたいな感じです。ああ兄上、一体マリンちゃんと何の約束をしてるのじゃ。まあそれはお前らが優勝した時の楽しみだぜ。
自分の身が心配じゃ。大丈夫だって。前らは俺がきっちり倒してやっからよ。ふん、余裕かもしれるのも今のうちです。お兄さんには私がじきじき引導を渡してあげますから。わ、未来の兄弟になってそうやもんな、これ。未来の兄弟対決ですね、これは。け、やれるものはやってみるだぜ。おっと、シーン変わった。ちょうどいいんで、この辺で終わろう。時間もやばかった。ヒヤヒヤしとったよ、時間。39、40であと20秒だからね、この枠。次の枠はありません。というわけで、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。あ、てか、よう見たら準決勝。準々決勝、準決勝ともに勝ち進んで、次決勝か。やだね、みんな。ふぅ、やっとが変わった。